はい、えっと、昨日届いたスピーカーですね。DOS、スっていうあのメーカーのスピーカーなんですけど、実際に聞いてみましょう。スイッチ入れます。<う>これね、電気消そう、電気消そうか。こんな光るんですよ。やばくないですか、うん で、いや、昨日本当言ってた、このウーフ,ァウーファ1個だけで、スピーカー、スピーカーの、あれですね。で、Bluetooth つなげますね。つなげました。イエス。 こんな感じですね。ちょっとあの、多分充電し,していなかったんで、すいません。あの、昨日な、ちょっと流れたんですよ。流れてて、最初充電ある状態だったんだけど、少しだったんかな多分多分ね、充電あったらね、こんな、ティーン、ティーンってなんないんで、まあ、たぶ音の良さは、ちょっと動画で見せるかなと思うんですけど、どうですかね。 まあでも、いい音っすよね。まあ次、ちょっと、前回あれだったんでって感じで、まあ動画ま、また、あ、充電して、明日どうなんだろう、明日できるかな。うん、多分明日できたら、やりたいですけど。今日はこの辺ですいません、ご視聴ありがとうございました。ちょっと動画切ろうと思ったんですけど、やっぱりあのー、この、ちょっと電気つけるか。<laughs> ね 電気けるかこれねこのスピーカーのところまで光ると思ってなくてうんずっと暗いままだと思ってたんでちょっとすごすぎるなこのスピーカーと思ってうんでこれで9900、うん ?9590 円か、まあ、俺だったらこれ2万2万くらい出すぞっていうぐらいの 品質めっちゃいいんでめちゃめちゃくちゃいいんでねでこれ防水なんですようんまあたまたま防水なんですけど、うん、でここを長押しっていうかまあワン,ワンタップ、まあ、ワンタップって言うとスマホみたいだけど <laughs> 一回押すと充電音がなくなりますでここを しするとその光その光ってたじゃないですかここがこの光が、まあ、LED っていうのな LED が正確に音と音楽と合わせれるそんな感じですねうんこのさっき光ってたこのスピーカーの光もこうこうにすごく生き生きするかな いやーもうね、すごい満足っすね <laughs>。で、なんか昼も、僕の母さんがね、あの、テレビと繋げれるよって言ってくれて、繋がったって。やってくれたんで、もう完璧なんで、完璧テレビと繋げれるんで、まあ、花火の動、花火の、まあ、映像っていうか、DVD を見るときは、まあ、重点音切った方がいいですね。なぜでかっていうと、聞きすぎて、 ドゴーンドゴーンってな,なっちゃうといけないんで、ま、あその時は、ま、あこう切って、うん。切って、というか、押して、充電を切って、やった方がね、うん。で、あとは、どこ長押しすると電気が消えるんだっけなここか。ここを押すと、この光のリズムが、もっと正確に変えれて、で、ここずーっと長押しすると、 電気は切れますマジで吐いていく。ということで、まあ、ちょっとあの、ご視聴ありがとうございましたってさっき言っちゃって、あの、それを話す前に切っちゃったんで、取り直しました。はい。じゃあ、今度こそね、ご視聴ありがとうございました。また、ね、明日、動画、これ、まあ、流せ、流せる、まあ、なんて言いたいんだよ、ちょっと待ってね、まあ、話がまとまってなくて、うん。この部屋が寒いっていうのもあるんですね。 まあ明日,明日まあ音楽流せたら音楽流している動画を撮ります。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。<laughs> 寒い